はい。皆さん、こんにちは。村長です。先日から Easy シリーズのミディフレーズをうまーく使い回して、そしていろんなソフトと連携しよう。こんな動画を2つ作っています。おかげさまでとってもたくさんの人が視聴してくれておりました。そこをもう少し深掘りしていきたいと思います。先日からもお話ししていますように、 イージーキーズこれを例にとってみると何度もお話ししていますように EasyKeys2 のユーザー MIDI というホルダーはドキュメントホルダーの中の ToonTrackEasyKeys2 ユーザー MIDI こんな中にあるんですけれどもこれは一つのこのホルダーだけじゃなくてホルダーを増やすこともできるようになっています例えばここで 新規のホルダーを作りますそして8ビートこんなような名前を付けたとします EasyKeys の方からこれを見ますするとこのユーザー MIDI のところで SyncFileChanges というのを押しますもうこのように8ビートというホルダーが見えていますでもこの中には今は何もありません でもこのようにホルダー管理ができるということです。ここでスイングしているようなものをまとめて入れたいという時には、もちろん先ほどのファイルエキスプローラーでホルダーを作ってもいいわけですけれども、こちらからも作れるようになっています。8ビートのところで右クリックをしまして、アッドサブホルダーというのを選ぶと、このように サブホルダーができます例えばこの名前をリネームしますそこでこのようにスイングと打ちます Enter ーキーで終わることを忘れないでください他のところを押してしまうと確定ができませんので間違わないようにしてください例えばここから直接はいろんなホルダーに持っていくことができませんがここで欲しいもの例えばこの 細かなファイル。これをコピーすることができます。コピーしたものは下のトラックには貼り付けることができます。このように貼り付きました。貼り付きましたら今度はこの8ビートの中のスイングのところにこのグルーブをこうやって持っていくことができるようになります。ソングトラックを返してこのように コピーしたり貼り付けたりすることができるようになるわけです。このようにしておきますと、このホルダーのところにも8ビートのスイングというのができて、そしてここに MIDI ファイル、これができています。そしてこれは管理ファイルですので消さないようにする方がいいと思います。このようにしまして、前回もお話ししましたが、この ファイル名はリネームして分かりやすくしておくことがいいと思います。今は ABC という簡単な名前にしておきます。このようにしてファイル名を付けてください。そうすれば何がいいかというと、ここで検索もすべてできます。一旦このようにクリアーオールをして、そしてここで ABC、こんな名前の付くファイルを 検索します。このようにデータベースがしっかりしていますので、ちゃんと検索ができるわけです。このように、ホルダー管理はとっても便利ですので、上手に使ってください。これらは Easy Keys からホルダーを操作することもできますし、ファイルエキスプローラーこちらの方で操作していくこともできます。ドキュメントの中の t u n e t r a c k の中の イージーキーズ2、そしてユーーミディこの中にこうやってフォルダ管理ができますのでファイルエクスプローラーからでも EasyKeys2 の中ででも両方連携しているということを覚えておいてくださいここから先は Studio One これをお使いの方にとっても便利なお話をします例えばここに MIDI があるとしますそうしましたら ここでファイルからこのユーダーミディにアクセスするわけですけれどもこれってこのファイルからということであれば最初はこのようにホルダーが出ていない状態ここからドキュメントを選んでそしてトゥーントラックを選んでという風に階層を掘っていかないといけませんこれってとっても不便ですよねこの EasyKeys2 の ユーダーミディ。これを手っ取り早く出したいとき、こういうときはどうすればいいんでしょうか。ユーダーミディというのは Easy ドラマ3でも使いますので、ちょっとややこしくなるので、ここで Easy Keys2。このホルダーを選択しておきまして、右クリックをしまして、ここから新規タブという、こういうメニューがありますので、これをすると、 この上のところに EasyKeys2 というのが出てきます。そうすればファイルとかがこんなに複雑になっていましても EasyKeys2 というのを選ぶと一気に EasyKeys2 のフォルダーが出るようになるわけです。Windows ユーダーさんで言えばここにピン止めをしていますよね。例えばここで言うクイックアクセスにピン止めする。 これと同じような働きがこの中のここから新規タブというのと同じようになるわけです。例えばここのトゥーントラックというのをするとトゥーントラックの中身がこのように出てきます。イージードラマーがあったりイージーキーズがあったりイージーベースもあります。このような状態なんですがもうこれはいらないというときは トゥーントラックというタブを選択しましてタブを閉じるというのを選びます。するとここのタブはなくなるということになるわけです。スタジオ1のファイルエクスプローラー、それのタブの使い方を上手にすると Windows のクイックアクセスピンと同じような働きで一瞬でスタジオ1のフォルダを開いたり、そして e ージー Keys ーのホルダーを開いたり、ダウンロードのホルダー、これを開いたりと、とっても便利に使えるようになりますので、ぜひとも覚えてください。真ん中でスタジオ i o n e のお話を挟みましたが、今日の最後の話は e ージー Keys ーでピアノ伴奏というのは皆さん頭に思い浮かぶんですけれども、メロディーもうまく扱える という話をしたいと思います。例えば先ほどと同じようにユーダーミディのホルダーを開けておきます。ここにメロディというホルダーを作ってみましょう。このようにメロディーホルダーを作りました。ファイルエキスプローラーが後ろに行かないように最前面で固定をします。例えばメロディと言いましたら皆さんはどんなものをお持ちでしょうか。インスタコンポーダー。 というのも一つです。ここにインスタコンポーダーのメロディーが一番上のトラックにあります。このトラックのメロディーをこのドラッグと書かれたところからこのメロディーホルダーにコピーします。このように入りましたね。これもいいですし、例えば最近でしたらメロディーソース。これもメロディーを作れる プラグインですこれちょっと聞いてみましょうこのようなメロディーがありますこれをこのようにメロディーのホルダーに入れますこうしましたら EasyKeys でメロディーのホルダーを見てみましょうシン n フ f i l e c h a n g e s で更新をしておきますではここをクリアーオールをします そうしますと、ユーダーのメロディーの中に二つのファイルが見えます。ここで再生をしてみましょう。こういうフレーズと、こちらがメロディーソースのフレーズです。 メロディーを入れようなんて発想は皆さんやらないと思いますが僕はこれをやってとてもうまく使っていますじゃあこのメロディーを下に引っ張ってきましょう今 EasyKeys ーーーはこのようなコード進行割りにしていますですからこれをですねちょっと変えたいと思いますいわゆる Dm と F と Am7 になっていますが これを C メジャーも外します。これ E マイナーにします。この F はこのままにします。そして A マイナー7。こんな感じにやってみたらどうなるでしょうか。聞いてください。 例えば Am7 をもう少し変わったコードにしてみましょう Maj7 <ス>こんな風にコード進行を変えれてそしてこのコードにあったように伴奏をつけたりということが 簡単ににできるようになりますちょっとやり方を見てくださいこのコード進行を17トラックのところに入れたいと思います CEmFA オーギュメントこんなコード進行があったとしますこれをアンバー2で弾かせたいと思いますちょっとどんな音かやってみましょう はい。こんな伴奏が弾かれることになると思います。これを、フォローコードをチェックを入れます。スタジオ1ではこれができますが、そうでない場合は、このコードをアンバーのトラックにこのように入れることで、他の DAW ではこの伴奏ができるようになるわけです。今入れましたから、このフォローコードは消しておきます。Easy Keys ーーー2の方は、 17小節からメロディーが鳴ります。じゃあちょっと聴いてみてください。最後のコードがあまり良くないですからこれ Am に戻します。こうしましてこのコードを消して入れ替えます。これで Easy Keys 2の方もここを Am に変更します C,Em,F,Am この進行のメロディーになりましたこれで鳴らしてみますせっかくですのでドラムも入れておきましょう どううでしょうかこのようにメロディーにコード付けをできるということはこれをどん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 変えればはいこのように変えると EasyKeys2 ーーーの コード進行も同じように変えます。A マイナ、G、C、はい、G セブン。全く同じようにしました。そうしまして、このコードを入れ替えます。 メロディーは自動的に変わわっているわけです,ですからこのようにメロディーまで変わってくれるわけです。どうでしたでしょうか EasyKeys ーーーでメロディーを鳴らそうなんて発想はほぼないと思うんですけれどもこういうことができるわけです。 そうしましたら、こちらの違うメロディーもここに置き換えることができます。例えば、これを選択しておいて、リプレイスミディでこれを選びます。このようなフレーズができました。コードは先ほどと一緒ですので、これで鳴らしてみましょう。ちょっとドラムは切っておきます。 こんな風なメロディーのコード進行も切り替えてくれたわけです。もちろん細かいところでどうしても音が違うなという風なことがありましたらグリッドエディターでこの音を確認してですね、そして入れ替えるとかいうようなことも必要かもわかりませんが、ざっくりしたメロディーフレーズを Easy Keys で変更できることが理解していただけたんではないでしょうか。 皆さんも是非一度チャレンジしてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした